本日はですね、このイコライザーのレビューをしようと思います。で、もう一個ありますよね、ここにスペースが。ので、まあ、2個レビューをしようと思うのですが、まあ、その前になんでエフェクター、このイコライザーを買ったかから説明しようと思うんですけど、このリージェント5あるじゃないですか。最近あの現場の PA さんと、まあ、ちょっとこの音について話になった時に、このベース超低音域はとっても豊かにあるっていうんです。あと、まあ超高音域もあるっていうんですよね。ですけど、あのヴィンテージフェンダーベースみたいな120-160Hz とかその辺のやつがちょっと足りないで、 800Hz ぐらいのところがちょっと強いから、まあ、そこをカットしてほしいみたいな話になったんですよね。で、まあ、もちろんイコライザー、こういうイコライザーを買えばいいんですが、ちょうどその100-80と800っていうのを両方兼ねているのが、まあ、このボスの GEB7 だったんですよね。自分にとってこれがやっぱり美味しい周波数だと思うんですよね。前持ってたことあるんですけど、やっぱこの50、120が一緒にあって、で800、あとこのスラップとかにこう切れ味の出る 4.5kg、この辺っていうのがやっぱりこう共存って言ったらいいんですかね。他のイコライザーってなかなかこういう、こうちょっと特化したやつがないんですよね。ので、まあ、これをまたちょっと買い直したんですけど、でこいつをその探している時に、やっぱ他にもちょっとなんか面白いのないかなと思って探していたら、これと全く同じ周波数帯の別のメーカーのエフェクターを発見したんですよ。レボルさんの BQ7EBEQ01 なんですけど、まあ、これ、まあ、新品で4000円ぐらいで買ったのかな。でこれはまあ中古で5500円、まあそれぐらいかな。新品で今1万6000円とかなんですけど、まあ中古で探せば5、6000円ぐらいで見つかると思います。まあこれは新品で4000円です。でちっちゃいですよね。しかもね、ちょっと開封してみましょうか。昔確かオクターバー持ってたんですよね。そのオクターバーのレビューの動画はあの何年か前に撮ったので、そちらもご覧いただけたら嬉しいですね。説明書と、まあちょっと小さい小袋ですね。あとこれ下のゴムは多分滑り止めかなんかかなに使うやつだと思います。でこの周波数帯も50、120、400、500、800、4.5、10、このボスと全く一緒なんです。ので、まあ、ちょっと今回はこの2つの比較をしてみようかなと思います。大きさ比較してます。ほらこんな感じです。こっちの方がちっちゃいですよね。であと、まあこの辺のこの辺の機器ですよねとか、まあ、こっちトゥルーバイパスなんですけど、まあ、この辺の違いとかそういう風なことを、まあ、演奏しながらレビューしていこうかなと思います。というわけでちょっとつないでみますか。これは電池使えないんですよね。ので、まあ、外部のコンセントから使おうかなと思います。でこっちも今外部のコンセントから電源を取っております。はい、2つつないでみました。どちらもオン、こっちもできますね。でこっちも、はい、前回あのプリアンプの動画、比較の動画撮った時みたいに、まあ、ここをオンにするとこっちを通ってですね。でこっちをオンにするとこっちを通ってですね。でここ2つとも光ってない状態はベースな音が直でインターフェースに行きます。でインターフェースも、まあ、今回もこう音量が持ち上がるものを使いますので、やっぱこう音量が持ち上がった時にこうピークランプがちょっと歪むぐらいかなに、ちょっとまあだから生音だとちょっと小さめにベースの音が録音されてるかもしれませんが、ちょっとまあその辺は音量調節、あの干渉の時にお気をつけください。ではちょっと弾いてみましょう。ベースはそうですね、両方ピックアップのこの真ん中の状態にして、ボリューム全開で、トーンポットは全部全開の状態で弾こうと思います。いきます。まあ、こんな感じですね。ではですね、エフェクターっていうのは繋いだ時に音が変わるか変わらないか、音をオンにしてなくてもとかいうのもありますよね。でちょっとあえてオフにしてこっちをオンにします。
変わらないな。昔なんかこうちょっと自分がボスが苦手だったのが、こうやってただ繋いだだけって言ったらいいんですかね、オフにしてての状態でちょっと音が変わるのが嫌だなって思ってた時代があるんですが、こうやって試してみると全然音変わらないな。じゃああれやっぱ自分の気分だったのかな、なんかそんな気がしてきましたね。じゃあちょっとあえてこいつをオンにして、ここのつまみは何にも変えていない状態でちょっとここをつけたり消したりしてみようと思います。いきます。やっぱり変わんないですね。なんかちょっと今私の中で新発見でしたね。ボスいいな、うん、これだけで私ちょっとあのボスに対する信頼度が今上がりました。じゃあちょっとこっち行ってみましょうか。このこちらですね、まあ、これはトゥルーバイパスって言われてるから変わらないはずなんですけどね、うん、やっぱり変わらないですね。当たり前ですけど、じゃあちょっとこっちをオンにしてちょっとやってみましょうか。やっぱり変わらないですね、うん、素晴らしい、うん、じゃあちょっとこっちはやっぱ両方とも使おうかなっていう気になってきますね。ではちょっとどうしようかな。ちょっとオンにしといて、こっちもオンにしといて、オンですね、オンですね。こっちからいきますか。オン。ちょっとこの辺のレベルだけちょっとこう上げたり下げたりしてみようと思います。あ、いいですね、こうしっかり上がりますね。まだまだ上がってます。右手の力は変えてません。あ、これゼロにしてもボリュームは下がりきらないんですね。ちょっと取れ出てますもんね、これね。なるほど。じゃちょっとこっち、レベルはここですね。あ、こっちの方がマイルドだな。今これ全開に上げきってるんですけど、ちょっとスーっていうの音も聞こえますね。まあまあこれは全然電源周りの原因だったりいろいろありえますけど、ちょっと同じようにこっちも全開にして、うん、こうレベルを上げきった時の音量はこっちのがでかいですけど、なんかノイズもこっちのが大きい気がするな。軽くスーって言ってるの聞こえますでしょうか。うん、スー的なノイズ、このノイズはまあ電源周りだったりいろんな原因があるんでしょうけど、このノイズはこっちのが多いですね。モディファイしたエフェクターとかが昔流行った時ってやっぱこういうノイズを抑えるためにこいつのオペアンプだったりコンデンサーをなんだ交換するっていうのがあったんですけど、やっぱこいつはその必要が今後あるかもしれませんね。これね、聞こえます、スーって。こっちだって直列にまっすぐやったら出ないですもんね。でこっちの方がやっぱり少ないですね、スーが。やっぱちょっとこれは今時新しいやつと古いやつの差かもしれませんね。まあこんなにここを全開にするなんてことまずないんですけどね。でというわけでオンですね。ちょっと 50Hz、 こっちも 50Hz ちょっと上げてみましょうか。じゃあまずいきます。ですね、モコっていきますね。モコってしますね。やっぱこのとっても太いところにやっぱ上がりますね、50は。ちょっとこっち。
こっちの方が上がる幅、その何デシベルみたいのが低いのかもしれませんね。数字ではちょっと私まだ分かってないんですが、こっちの方が上がる幅、下がる幅というのがちょっと穏やかですね。でも同じところが上がってますね。ちょっとお互い全開にしてみましょうか。全開全開、ちょっと比較してやってみます。うん、こっちの方がちょっと太めかな。多分これはイヤホンじゃないとわからない可能性が高いですけど、うん、ちょっとこっちの方が太めに上がる気がします。ですね。じゃあちょっと戻して120。はい、ではちょっと戻しました。いや、120を比較してみましょう。ですね、このちょっとこう芯、音程が聞こえる、判別できるところの周波数ですね、これはね。で、こっち。まあ当たり前ですけど、120は一緒ですね、やっぱりね。変わらないですね。今両方ともこれは120を上げてます。両方ともやっぱり同じ120ですね、当たり前ですけど。じゃあ例えば400にしてみましょうか。400戻して、こっちも400、全開のままいきます。こわこわこわっていう感じですね、これ。やっぱじゃあちょっとピックアップをリアピックアップの状態にして、ちょっとここは比較してみようと思います。わかりやすいので。なんかこっちの方が BQ7 の方がちょっと400の上がりが強い気がしましたね、今ね。あ、そうですね、こっちの方が400は強いですね。いや、もしかしたらこのボスの方は、このミドルのあたりっていうのは、こう球の幅を狭く、山をこうクイッて狭くしてるっていう風にしか説明書には書いてあったんですよね。高音域とかっていうのはこうシェルビングタイプなんですけど、これこっちのこの BQ7 の方は全部同じ山の形、球の形なのかもしれません。それでちょっとミドルが全体的に上がってるように、球が幅広くなってるのかもしれませんね、これね。ちょっと500で比較してみましょうか。500、よし、ちょっといきます。やっぱ一緒ですね、こっちのが多分球のこの幅が大きいんでしょうね、山の大きさが。ちょっと800も比較してみましょう。800上げて、500戻して、800を上げて。ではボスからいきます。
違いますね。ここミドルは同じ周波数なんですけど、ミドルは全く違うものになってますね。面白いな。これはちょっとどっちが好みかかもしれませんね。しっかり800だけを狙うんだったらこっちだと思います。800の周辺も上げたい感じって言ったらこっちかもしれませんね。これはちょっと面白いな。ちょっとあのピックアップの場所を真ん中に戻します。んでですね、ちょっとじゃあ 4.5kHz 全開全開でここかな、行こうと思います。ちょっと戻します。こうか。音の硬さが出るところですね、これはね。ちょっとこっちにしましょう。こっちのがなんかより鋭く上がりますね。多分デシベル的なもの、やっぱりこれも Q の形なのかな。こっちのが太く上がる気がしますね。こっちのがよりこう鋭角的に上がっているように聞こえますね。ここでちょっと逆っぽくなってるな。これ不思議だな。聞き間違いじゃないよな。だよな、全開だもんな。全開やっぱこっちの方が鋭いですね。じゃあちょっと10、こっちは確かシェルビングタイプなんですよね。だから10あたりからふわーって全部上がるんですよ。上げます、こっちも上げます。じゃあちょっとボスからいきます。あですね、やっぱこう空気感っつったらいいんですかね、こう新品の弦に戻すかのようなこのキラキラなところがやっぱ10上がりますね。うんですね。ちょっとこっち、こっちの方が鋭角的ですね、トレブルに関しては。じゃあちょっとそのあれだ、その PA さんに指摘されたやつをちょっとやってみましょう。ですね、つまりその120を上げる、まあそうですね、前回の真ん中ぐらいにしましょう。120を上げる真ん中ぐらいで、800を下げる、まあこれも真ん中ぐらい、こっちもそうですね、真ん中ぐらいにしましょう。これで理論上は今ほぼ同じ音がするはずです。じゃあちょっと弾きましょうかですね、4本。じゃあヒコと比較します。まずスルーの音から。ボス、ちょっと多分上げ度が違うな。こうかな。やっぱこれね、フェーダーの長さが違いますからね。多分それでちょっと差が出てるのかもしれません。だったらもういっそのこと全開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 これでいこうと思います。はい、はい、でこっち、ここまで極端にしちゃうとやっぱ正直差がないですね。あ、やっぱ出ますね。うん、こっちの方がちょっと弱く感じますね。こっちの方がよりなんだろうな、一つ一つの周波数帯をこう上げてるのが強調するような感じに聞こえますね。やっぱ多分
この山の形っていうものをこっちの方がうまいんでしょうね。こっちの方が、まあ、ぶっちゃけそこまで考えてないというか、そこの周波数だけをきれいに上げているというか、まあ、これは多分こうやって2つ買って比較しないとわからないぐらいの差ですね。まあどうなんでしょうね。これ値段のこと考えるか大きさのこと考えるか。ちょっとその辺が難しいところではありますけどね。まあこれトゥルーバイパス。ただこれトゥルーバイパスの欠点もあるらしくて、例えばこのオフの状態にしてずっと待っててオンにした時に、なんか中で電力が貯められちゃって、それが急に流れてドフっていうって、よくトゥルーバイパスによくあるやつになってしまうこともあるらしいんですよね。やっぱりボスっていうのは中に基板があって、そこで回路でこう電子的な制御というものがしっかりしているから、オンオフの時にそんなドフなんていうことは絶対ないんですよね。まあ、そういうふうなところでちょっとトゥルーバイパスのことが苦手っていう人もいるんですよね。まあ、ちょっとそういうふうなこととも考えて、ちょっとドンシャリにしてみようかな。そうですね。ちょっとさっきちょっとモコモコしすぎましたね。だから50を半分ぐらいにして、120をこれぐらいかな、同じぐらいかな。800を切り、800を切りで、4.5から10を真ん中ぐらい、こんな感じでしょうか。じゃあすいません、ちょっとこの作った状態で比較していこうと思います。じゃあこっちからまず。本当？嘘。え？だって50切って120が上がって400、500一緒、800切って上が、全然違う音になってる。なんでだろう？なんでだろう？多分ちょっとお互いを全開に振り切ってみましょうか。変えたところを。はい、いきます。ああ、なるほど。こうやって全開に振り切ると音は似ますね。ただ、例えばこの真ん中にするとか、こういう微妙な調整をした時にはっきり差が出ますね。違うものっていうことが分かります。ちょっとじゃあちょっと難しいな。まあ、この辺がやっぱここのこのなんだ長さの差なんでしょうね、フェーダーのね。ですね、じゃあどうやろうかな。なかなか難しい。なんか微調整がしたい方はこっちの方がいいですね。フェーダーが長いですからね。その辺がなんともうまくこう、なんかやっぱ住み分けという、住み分けって言い方も変なんですけど、やっぱこのボスさんは考えられてるっていう表現が合ってますね。1万円超えてる理由があるなと思いますね。まあ個人的にはそうですね、やっぱこのちっちゃくて軽いっていうのは魅力的ですよね。ただちょっとこのちっちゃくて軽いっていうのは踏んだ時に吹っ飛ばされるっていう可能性もあるんですよね。やっぱこれぐらいちょっとある程度の重さがあった方が、踏んだりとかした時にこう転がっていかないっていう、その安定感っていうのもあったりするんです。だからまあちょっと、まあでも今回私が考えている使い方っていうのはもう使いっぱなし、かけっぱなしっていう考え方なんですよね。ので、まあこっちでもいいかなと思うんですけどね。ちょっとこれはまあちょっといろいろ使ってみたいなと思いますね。で、今後そうですね、こちらの方はなんかオペアンプ取り替えたり、コンデンサー取り替えたりっていわゆるモデファイっていうのを自分でもやってみたいなと思うし、こっちとちっちゃいから怖いんですよね。で、このちょっとボスのやつはモデファイっていうこともやってみたいなと思うし、まあいろいろなんだ使っていくのはあるんですけど、まあそうですね、結論から言うとこの2つは似てます。ただ全く同じものではないですね。細かい微調整をしたい方だったらこっちの方がおすすめですね。で、ある程度もうざっくりでもいいかなっていう感じの方はこっちの方で、ちっちゃくて軽くて安いっていうんだったら全然こっちかなと思いますね。個人的にはそうですね、やっぱりこっちにちょっと分があるかな。ね、あんなこんな全開に振り切るなんてないんですもん、基本的に使ってる時っていうのは。特にイコライザーは補正ですからね。やっぱ微調整で補正ができるっていうのは大事ですからね。
まあ、ちょっと今回いろいろ私も現場に持ってって使い分けしてみようかなと思いますけど、まあやっぱこっちかな。ちょっともう一回ちょっと微調整をちょっと挑戦してみようと思います。ちょっとまず順番にいきましょうか。こっち。ピックアップは真ん中、トーンとかも全開、ちょっと微調整をしながらいこうと思います。やっぱちょっと PA さんに指摘された時代とはこの楽器の音が違いますね。うん、やっぱりオペアンプ取り替えるってでかいですね。なんかここ上げるともっこってしますもんね。まあラインとアンプの違いかもしれませんが、やっぱここは下げるべきじゃないな、特にラインだと。やっぱここいらないかな。ちょっと微調整が完成しました。じゃあちょっとこっち。やっぱりすごい微調整難しいですね。だってちょっと800を動かしますよ、軽く。やっぱなんかこうマックスに近づいた時に急にふいって変わる感じがしますね、こっちはね。やっぱ微調整がすごい難しい。積極的な音作りでこっちを使うならいいかもしれませんね。微妙な調整は微妙な音作り、はっきり出ましたね。で、ちょっと今いきますよ。これ両方ともオンですよね。微妙に作りました。こっちも微妙に作りました。で、ちょっと比較してみようと思います。ん、やっぱり調整の幅ですよね。明らかにこっちの方が広いです。マックスに振り切ったら一緒ですけど。ですね。だから補正という目的でイコライザーを使うんだったらボスだと思います。で、全く違った音作り、例えばスラップの時にはこっちをオンにするみたいな、ドンシャリを作るとかいう、そういうはっきりとした音の変化を目的としたイコライジングをするんだったらこっちでも全然大丈夫だと思います。こういう結論が出ましたね。やっぱり両方買ってみて比較しないと分かんないですね。やっぱこうやって同じ周波数だからこっちでも同じようなことができるかなと思ったんですけど、まあちょっと私の今回思っている補正という使い方をするんだったらボスになりました。まあ、やっぱりこうやってやってみることは何事も大事かなと思いますね。まあ、そんな感じでこういろいろ参考になったら嬉しいかなと思います。まあ、やっぱりちょっと
レボルさん、まあ、4、5000円ですからね。この差が、1万いくらと4、5000円の差が出てるかなと思います。まあ、そんな感じの動画でした。いろいろまた今後もこのイコライザー、モデファイとかしていくかもしれません。もしかしたらモデファイしたらこっちもものすごい微調整ができるようになるかもしれません。ちょっとそういうふうなことも今後もちょっとやっていこうかなと思いますし、この楽器も今度もオペアンプ以外のコンデンサーとかそういうのもどんどん入れ替えていこうと思いますので、そちらの方もお楽しみいただけたら嬉しいかなと思います。役に立つベースのことチャンネル、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしておりますので、何卒これからもよろしくお願いいたします。失礼します。